細かいところまでなんか気遣いが本当少しな気遣いのできる爽やかな、うん、最高ですねイケメンありがとうございます好きなわけじゃない笑顔が素敵なこの青年ひとたび自転車にまたがると表情は一変己の脚力を駆使し時速70キロの世界で勝負する競輪選手小林大成26歳。驚異の脚力で周囲を圧倒する今年4年目の S 級レーサー。高校時代日本代表チームで共にしのぎを削った S 級 S 班清水博も小林の走りに舌を巻く。長い距離、まあ、まくりとかでもこう結構長い距離踏んで相手にブロックとかされてもこう諦めずにちょっとびっくりした印象はありますね。 S 級一班これまで群馬を盛り上げてきた気暮れの評価は切磋琢磨でして、やっぱ群馬を盛り上げていける、人材だと思ってます。周囲から大きな期待が寄せられる群馬時代のエース。そんな小林は去年競輪界の未来を担う若き頂上決戦、若手の中で成績上位9人だけが出走できるヤンググランプリに出場した。4番群馬小林大成センスあふれる100。そんな大舞台を経験した小林だがまだ手にしていないものがある。物で欲しいものは特にないですけど記念の優勝ですかね。そして5番の伏見俊明先頭、6番の小林大成、6番小林大成だゴール。これまで積み上げた勝ち星は87だが、まだグレードレースでの優勝はない。そんな小林にとって地元群馬開催の数少ないチャンス、5月20日から前橋で行われる深山王冠争奪戦。グレードレース初優勝を目指す小林大成を追った。4月6日取材初日、穏やかな春の陽気を感じる前橋競輪場に小林がやってきた。この日は翌日から開催されるレースの前検日。おはようございます。よろしくお願いします。結構な荷物ですよ。でもそうですね、かなり多いですね。主に何を持ってきたの？もうレース道具とあとはもう私生活のだけです。生活、はい、生活の意外だったり。あ、そうです。レース期間中は外部との接触が許されないため、4日分の着替えや生活用品など全てを持ち込む。こんな生活を月 2,3 回続けている。およそ半年ぶりとなる地元前橋でのレースへの意気込みを聞いた。ビシッとした格好で、はい、そうですね、地元っていうのもあるんで、まあ、そういう面ではもう一回気を引き締めて今回撮影もあるんで、まあ、優勝目指して頑張りたいなと思ってスーツで来ました。ネクタイはこれはどうしたんですか？これは、まあ、自転車柄のネクタイがあったんでたまたま見つけて買っただけです。まあ、開催の時はこれつけてきてます。勝負ネクタイで地元レースに挑む。この日は明日からのレースに備えバンクの感触をしっかり確かめる。そして翌日、小林の出番。頑張れ。およそ半年ぶりの地元でのレース。恥ずかしい走りはできない。スタートしてすぐ誘導員の後ろについた。小林のレーススタイルは自分でレースを作る自力だ。来ました。
終盤残り1周半のところで小林は前を走る5番真船を捉え先頭に躍り出た。真船が今度は2番手に収まります。残りは1周です。4番の小林その後ろから5番真船ですけども、ここは差が縮まりません。小林大成です。最後の1周で仕掛けた小林はそのまま逃げ切り、久々の地元での勝利。やっぱり地元で1着っていうのはいつも応援してくれてる人がいるんですごい嬉しいですね。そういう人たちに向けて、まあ、自分だけのためじゃないっていうのもあるんですごい力があります。幼い頃から活発だった小林は高校入学を機に自転車の道を志す。そこにはある男の存在があった。身近でおじが選手やってるっていうのがあって、その姿を見て自分も自転車始めたんで。小林大成のおじ、そして競輪の師匠でもある小林淳二。現在二人三脚で日々トレーニングに励んでいるのだが、最初は甥っ子に競輪選手になることを勧めなかった。一切自分はだけど自転車とかは一切乗れとかも言わなかったし、まあ甘くない世界だから。でもおじさんには自転車は反対されてたと思います、うん、反対されてたの。はい。なんで厳しい根性がなさそうだかって言われました。ちゃんとやるんって言われて、うん、やってみたいっていうんで、うん、インターハイとか出たりとかして頑張ってたら最初に自転車買ってくれたのはおじさんです、うんうん、競輪の世界で生きていきたい覚悟を決めた小林は、学校まで片道15キロの起伏の激しい山道を毎日自転車で通った。厳しい練習を積み重ねた結果、現在 SQS 班で活躍する清水と共に高校生の日本代表に選ばれた。種目は中長距離。山道で鍛えた驚異的なスタミナで世界と戦った。高校生のトップ選手として共に戦った清水に当時の小林の印象を聞いた。大体その高校生の時って何て言うんですかね、それこそ短距離の人はこうまあそれこそ短距離が強くて、でまあ中長距離の人は中長距離は強いけどそのスピードがないっていうイメージがあったんですけど、その小林大成だけはその中長距離なのにすごいスピードもあってみたいな、全部強いやんみたいな印象を初めて会った時ありましたね。競輪学校で小林と同期だった2人にも彼の走りを聞いた。走り方がすごい上手くて、人のスピードとかをもらうのが上手いなっていう、でかといって前走っても全然強いしっていう感じですかね。地足もあるしスピードもあったんで強いなっていう意味で、自分どっちかって言ったら逃げたいタイプなんで、やっぱ位置取ってまくられそうな感じがしちゃうんで、敵に回したくないっていうか。選手入場。順風満帆に来た競輪人生。去年デビュー3年目までの日本一を決定するヤンググランプリにも出場を果たした。体制完了。ここで優勝すれば誰もが認める若手ナンバーワン。さらにこれまで一度も取れていない念願のグレードレースのタイトルを手にすることができる。2番車高橋真也、車間を切りながら追走、その人西田陣離れた。しかし5番の境を、そして1番車の松井光雄が猛チャージ。現在3番で2番手まで迫ってくる1番の松井。後方から追い上げてきた松井光雄にあっけなく抜かれてしまった。松井光雄が突っ込んだ。取りました、1番松井光雄。結果は8着だった。
特に優勝した松井さんとかやっぱすごいダッシュがすごかったんで、まあ、こういう面をつけたいなとはやっぱレースで感じました。やっぱどうしても選手としてはダッシュが足らないと思いますね。小林の弱点はダッシュ力。それを強化するために日々行っているのがバイクを使った練習だ。まあ、やっぱりスピード感ですかね。自分じゃ出ないスピードが出るんでバイクだと。半周自力で。自分の限界を超える。駆け下ろし何キロ？限界？80キロぐらい。そこ80。ジャンの後最後の1周半を想定。その時のダッシュ力を徹底的に鍛える。バイクが時速80キロに達した瞬間、持てる力を振り絞りペダルを踏む。誰にも負けない脚力が欲しい。バイクはやっぱりそういう面ではすごいスピード練習になるんで、いい練習だと思います。自分のトップスピードを出してゴールまで保つことができるかっていうのがやっぱ勝負の鍵になってくると思うんで。いやもうレース出て経験積んで練習いっぱいするしかないです。今日の練習は自分の中で何点ぐらいになったんでしょうか。もう100点満点です。あ、練習は常に出し切らなきゃ意味ないんで。厳しい練習を終えた後、デビュー当時から週に 2,3 回のペースで通い続ける行きつけの店へ案内してもらった。レースでも応援してもらってますし、昼食ではいつもお世話になってるんで、なんていうんですか、練習飯っていうんですか、ね、元気がつけられますね、いつも。ここはカレーうどんの専門店。常時10種類以上のカレーうどんが楽しめる。この日はチーズ飯に唐揚げもついたボリューム満点のメニュー。小林はカレーうどんが大好物。いつも通り美味しいですね。実はこのお店、小林の友人のお姉さんが営んでいる。なんか弟と同じぐらいの人で、すごい人がいるって聞いてて、会う前から応援はしてました。でうちの娘とかも大好きで、大好きがかっこいいんだけどちょっとね可愛い感じで、いや本当に弟のように思ってます。いつも応援してもらってるんで、ほんま本当すごいチェックしてます。お腹を満たした小林に今目標にしている選手を聞いてみた。わあ、やっぱり同級生の SS でいる清水博太。まあ何でもできるんですごい見習いたいです。小林の目標は清水。それを本人に伝えると、どう思いましたか。いや目標がちょっとね低いんじゃないかな。もっと上がいますよ。上には上が。目標が低いって言っとってください。わかりました。大勢目標低すぎるよ。だそうですよ。いや十分高いと思いますよ。小林大勢26歳、今思うこと。まあ、選手やってる以上は最終的にはグランプリに出ることが目標なんで、まずは目の前記念を優勝することです。初優勝が地元だったら、ね、それが一番嬉しいですね。大勢頑張れ。地元のみんなからの声援を力に変えて、幼い頃からの夢突き進む。